どうもタイムキーパーです。お願いします。決勝ですよ。はい、サンパチマイク、サンパチマイクからもう漫才みたい。非コーナーのサンパチマイク、すごい。優勝しよう、優勝するためにちょっとじゃあ気合い入れて。あ、気合い入れましょう。一発ちょっと、はい、ギャグかましますわ。ちゃんと言うた。うん。あ、でも緊張するわ。緊張するな。緊張してきた。うん、やばいやばい、緊張してきた。あ、カゴ、カゴある、カゴ、カゴの、カゴの中に鳥おる。カゴの鳥、ビョビョ。あ、カゴの中の鳥、うん、ガチャ、バサ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 、鳥逃がしてしまいました。鳥見出すねんで、普通。あ、そうか。どうも、タクロウです。パチンコ大好き、木村マンナと。パチンコ大好き、赤木です。あ、お願いします。パチンコ大好きになりましたか。パチンコ好きになりました。あら、まあ、決勝まで来てね。決勝まで来て、はい、数重ねてね、はい、パチンコの面白さがこの前すごいなんかあったから。筋肉マンをね、打ちまして、そう、あの大当たりに目覚めた。そうそうそう、ビーナーズラック、はい、そう、ここまで来れたから、もうここだったんで優勝しないと。いや、もう優勝しかない。まあ、うん、タイムキーパーなんですけど相手が、はいはいはい、あいつらには早いですよ、まだ優勝。優勝なんてね、はい、うんうんうん、パチンコ歴僕もう14年ですから。そうですね、はい、あの大学時代はもうパチンコ一本で、はい、週7で、はい、やっておりまして住民票取ろうか迷ったぐらいですからね。うんうん、まあもう絶対にあいつらには優勝させない、もう圧倒的力で優勝したいと思います。はい、じゃあ気合い入れて、うん、一発ギャグとか言ってましたけどいいよ。いや、一発ギャグとかじゃないです、うん、普通に僕はもう気合だけ入れてもいいですか。いいですよ。絶対に優勝するぞー。あー、ごめんなさい、足元ウリンチャージ中のウリンの足元になってました。ナンバーワングランプリ、略して KP1、いよいよ今回は、決勝戦の模様をお届けいたします。私、実況解説を務めさせていただきます、ジャンバリドット TV ドレミです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと音割れますね対戦ルールはご覧の通りになっております。勝敗はサダマにてつけさせていただきます。決勝戦ということで、今回は従来のタッグチャンスがなくなりまして、はいはい、コンビ代わりで出玉勝負をしていただきたいと思います。なるほど。初めに、お互い1万発持った状態で最終的に何玉になっているかという、はいはいはい、出玉勝負になります。はい、今回、打っていただくのが PA 大海物語4スペシャル with、はいはい、アグネスラムということで、おなじみアグネスラムでございます。大当たり確率が 99.9分の1、はい、ラッシュ突入率、スピード突入率が 100% ということで、はい、どの図柄で当たっても 100%、はい、ST10 回ついてきます。はい、で、数字なんですけど、奇数で当たれば、時短が多くなるとか、はい、そういうシステムがありまして、はい、10ラウンドで当たった場合は、ST10 回プラス時短90回。はいはい、もう100回回せますからね。はい、で、奇数図柄で当たった場合は6ラウンドで ST10 回プラス時短40回。はい、偶数で当たった場合 6% だけ、時短40回があるんですけど、はい、基本的には時短15回となっております。ね、はい、先輩するだけでもね、ちょっとドキドキするって感じです。あ、そんな感じなんですね。ちなみに赤木の方はそのラグーンのね、シンプルな海で売ってますから、はい、もう本当に一番シンプルです。あ、今アズさんの方にグリーンチェックが来てるんですけど、はい、これもこう箱から何が出るかで。あ、そういうことですね。はい、一応保留8個溜まったらこの演出が出る感じなんですけど、はい、おっと、何ですか、何が出ました。あ、スーパーリーチにね、行きます。そうですね、スーパーリーチ、はい、リーザーズチン行け。でも、その女神の像がちょっと大きかったりしたらチャンス。さすがです。はい、海は大好き。あ、海大好きなんですね。大好き。あ、それなら、じゃあ、はい、その木村さんの方が詳しいかもしれないですね。海の法則とか、海と呼んでないです、僕。あの、母なる海って呼んでます。ビッグさん、マイホームかと思って、マイホーム。母なる海やから、もうみんなを愛してくれるの、海は。なるほど。まあ、王道ですもんね。王道でね、楽しい、本当に。あ、なんかシャチ来ましたよ。シャチはチャンスよ。シャチチャンス。お、魚群が出た。いきなり大チャンスの魚群が来ました。当たんちゃん、これ。当たりですか。当たれ。え、
何やねん。これはね、安定のあずちさんでございます。はい、安定のあずちさんやめてください。あずちくん、プライベートスタイルで来てるらしいんですよね。服装とかで、ね、今日はもう完全にプライベート。どうやら、タレコミ入ってまして、はいはい、芸人の界隈から、はい、あいつプライベートで出さへんとクレームとどんどん届いてますから。確かにその KPO の時も、はい、前回出したんですよね。竹谷さんがブチ切れてました、はい、その普段出さないのに、はい、出しやがって決勝に行きやがってって。そうでしょ。だからプライベートスタイルで来たの大間違いな気がしますよね。確かに今そうです ね、 ね、確かに、はい、あの聞いてください、竹谷さんとは、うん、あの昨日ちょっと和解しました。あ、長かったですね結構。昨日まで竹谷さんブチ切れてたんですけども、昨日2人でちょっと乗り打ちしまして、はい、あの無事僕が出しましたので、はいはい、あの和解できたということで。あ、よかった、はい、今日はその流れでいきたいと思います、はい、でも昨日も花のケージの金とか外してましたよ。やめてください、はい、昨日僕もたまたま一緒にいたんです。い、はい、そうなんですね。単発引きまくったら言わんといてください。あ、でも昨日で運使ってないか、大丈夫か。大丈夫、使ってない、まだまだ俺は出せる。お、よしよしよし。まあでも本当当たり軽いから、はい、どっちが本当に先当てるかはもう分かんないですよ。そうですね、どっちがチャンスありますから。確かに。さあ今日は、決勝戦ということで、はい、2組に、意気込みの方を聞いていきたいと思うんですけれども、はいはい、まあ、今まで結構その逆転勝ちをしてきてるんで、はい、そうですね、はい、ちょっと僕らの勝負強さを今日はどっちもが出したいと、うん、はい、はい、思います。はい、でちゃんと先輩に嫌われて帰りたいと思います。今日もそうですね、はい、敵作って帰ってるやつも敵作って帰ってます。いつもそうなんですよ。行きしのバスはめちゃくちゃ楽しいんですよ、あの戦い前ね。今日も楽しかったよ。楽しかったです今日のバス。帰りし確かにバチバチになってもいいから勝ちたいっていう気持ちありますね。大事ですよそれは。あとやっぱりもう毎回毎回僕は言ってますけど、このパチンコ台の収納はどうなってるのかが。そうですね、ここも一応収納あるんでね。みたいですね。多分あると思います。それこそシンプル収納っぽいですね。そうですね。ここさあ拓郎のお二人。はい、僕まあなんかあれよあれよという間に決勝まで来て。確かにそうですね。本当にその言葉が合ってるね。そう、手応え一番合ってますね。そうですね、手応えなんか知らんけど勝ってたみたいなのでしたんで、うん、はいはい、今回はもうバッチッと当てて、はい、ちゃんと優勝をもぎ取りたいと思います。でも前回すごく当ててましたよね。キンリクマンで赤木が活躍してくれたおかげで僕らここにいます、はい、ですよね、はい、ウォーズマンですもんね。そうですウォーズマンですから。赤木さんといえば見た目がもうウォーズマンです。あの赤木さん横にいるんですけど、はい、あの決勝とは思えへんぐらい楽しくなさそうなんですけど、ね、いやそれが赤木さんスタイルですよね。スタイルやから。スタイルです。そうそう、腕がある。誰に興奮を伝えない。そう冷静な感じがね。そうです。もうあの赤木さんの雰囲気であの海打ってたらもうただのおばあちゃんなんですけど。いや、あの海っておばあちゃんとおじいちゃんが一番相性いいんで。そうですよ。今の打ち方合ってるよ赤木、大丈夫。確かに臨機応変に変えてますもんね。そうそう、うん、さあ木村さんどうでしょう、はい、というので、まあ多分この、KP1 出させてもらった人の中で一番パチンコ歴長いのは僕なんです。いやもちろんそうですね。14年ぐらいもやってますから、はい、まあで来るとき聞いてびっくりしたのが、あずちあんまり海打ってきてないらしいんですよ。ほとんど初めてなんですよ。そんなやつが KP1 優勝してええわけないから。確かにちょっと気合が違いますよね。もうそうで、はい、僕の、パチンコ人生すべてをかけて優勝したいと思います。はい、いやどちらが勝つのか楽しみですね。もうでも当たっていい頃ですよ、2人とも。いやそろそろ当てたいですね。そうですよね、99分の1ですからね。これでなんかちょっとこうしんどい時間長かったらどんだけ僕ら持ってないねんってことですからね。あ、なんかキュンキュンになりました今。え、それでどうなるかっすね。あ、はい、そういうことですね。そんな熱くないんや今のは。今のだけじゃ熱くないね。とにかくね、でも今ちょっとスタートが違いましたね、変動が。ちょっとなんか違うぞ。あのネッシーみたいなやつ出てきたら熱いわ、安土の台は。あ、マジですか、うん、ネッシーネッシーみたいなのがおんねん、うん、あとは安土さんの台は、はい、天気ですね。天気が悪くなると、うん、あ、天気ちょっと悪なって、はい、天気悪い、天気悪になるといいことなんですか。これが雨だったり嵐だったり、最終的に雨上がりになってくれたら激アツです。あ、2時間かかると。おっとブロックル。おお、来ました来ました。これ当たりじゃん。これ当たりじゃん。当たりです。当たりです。やったね、いきなり。いきなりなのよ。そして奇数で当たったので、はい、時短も40回ついてきます。ありがとうございます。ラッキー。ラッキーラッキーラッキー。楽しそう。
いやごめんなさい。あ、ネッシー出てきた。ネッシー出てきたわ。もう当たってから。そこは出てきます、そこは。そうそう、通常時にね。はい、やったぜ。ありがとうございます。いやいや、まだ赤木も全然チャンスあるからね。いける。確かに急に来た。急に来るのが海ですか。ほんまっすね。いや、ちょっとこの急に来る感じ楽しい。そうやろ。だからさ、はい、パチンコで、はい、もうどんな台打ってもあかんわっていう日あるやん、はい、そういう時に海に帰ってきたら、はい、当ててくれたりしようね。うわ、母やん。だから母やね。母なる海じゃない。母なる海なのよ。でもやっぱりこういろんなパチンコ打ってきて、やっぱり海が面白いなと思う瞬間って絶対あるんですよね。あるんすよね。さあ、ここからどんだけ続けるかすか。さあ、ここから時短、10回の ST が始まります。はい、ST 中は 19.5 分の1で当たりますので、テンパイするだけでちょっとドキドキですね、初めの10回は。さあ、うわー、すごい黄金のナイアガラみたいなのが流れてる。そうよ、10回転はそこにいられるから。10回転集中してくださいね。金のナイアガラ集中。ここのステージでしか聞かへんタイプの音楽が流れてる。あ、確かに。すごい怖い怖い歌流れてる。確かに、なんか迫ってくる感じですね。はい、ここでしか聞かへんのよ。リーチ、おー、リーチになりました。すごい、やば。さあ、いや大丈夫、全然赤木もチャンスあるから。お、頼む。これも割れるのが3段階までいけば。割れろ、もっぱつ割れてくれ。うわー、もっぱつ割れてほしい。でもある、でもある、でもある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 。こういうことね。でもめっちゃカメ頑張ってくれてたね。カメ頑張ってましたね。頑張ってたな。お、またリーチ。お、またリーチ。さあ、もうちょこい。割れろ、オッケー。ほんで、おーっと、なに、あ、これよ。お、ボタン、ボタンはチャンスですよ。オッケー、エイム、すごい。このステージはボタン出たらもう注目です。2連チャン目じゃん。最高。さあ、2連チャン。いいですね。エイグすごい。いいですね、僕。当たる。ラッキー。あいつ、あんなローラのまがいもんみたいなポーズしてた。ラッキー。ローラのまがいもんやん。あの、アツさん、なかなか序盤で当たることないんで、やっぱりそのテンションが隠しきれないんですよね。ずっと当たれ、こっからも。マジで、この大当たり地の歌とか僕、携帯入れてますからね。この曲、特になんかこう、ノリノリなってますね。この曲、ようパチンコ屋で流れてますわ。流れてる。大好きなんよ。赤木さん、ええ、これ、天海ですよ。天海赤木さん。お、え、俺、はい、天海です。天海や、はい、あ、違う、煽りが効かないの。あの、わけ分かってなかった。でも、偶数で当たったので、はい、時間がちょっと少ないですね。はい、ちょっと、はあはあ、減ってしまったんですけど、10回で当てるのは変わらないです。はいはい。だから、その偶数で当たった次の ST10 回転で、はい、奇数で当てるのがコツよね。いや、本当にうまく噛み合えば。あとは、どっちが先に実写のアグネス出してくれんの。そうですね、実写のアグネスが会えんのよ、この台で。マジっすか。はい。赤木さんもリーチや。赤木、泡のリーチ。もっぱつ後編か。泡でも全然当たるからね。来い。あ、ここね、ここで延命。お、リーチよ、来てるな。さあ、来てますね。いや、いいよ、いいよ。うわ、すごい。さあ、もっぱつ来い。どうだ。いや、もっぱつ来てほしいけどな。ボタンも出ないか。しんどいか。でもこれでも当たってほしいけどな。頑張れ頑張れ。これじゃ無理か。先ほどあの木村さんがおっしゃっていただいたように、はい、アグネスラムが出現すると、はい、10ラウンド大当たりだったり、見たいわ。いいことしかないです。トリューレの時のアグネスのなんかサインみたいなの出てくれんねんけど、そこでしかアグネスのサイン見たことないから。確かに、うん、本物見たことないですね。本物見たことないから。僕らの世代はアグネスラムはあんま知らないし。知らない。そうですね。ーリーチはね、めちゃめちゃかかるんですけどね。 あと1、2回転で。なんかいいな、あずちの台。さあ、これ、これ大事。これ来てほしいですね。いやー、OK。 お、いいよ。もっぱつ来い。ここもっぱつ。いや、でもまだほんまわからんからな。頑張れ頑張れ。止まれ止まれ止まれ。さあ、これで ST ラストですかね。はい、頑張ってんねんけどな。惜しい。でもリーチよう来てたから、はい、なんか調子良さそうには見えるな。いや、ありますね、うん、動きがありますね。ここでね、引き戻せるかやね。これ引き戻したらおもろいっすよね。でも言うたらこれはもう99分の1っすもんね。はい、そう。でもね、引けちゃうのよ、引けるときは。そうなんですよね。噛み合っちゃうのよ。それが海物語。そう。
母じゃない、母よ、母でしたね結果的に。優しいな。全然だからそのアマレジタイプじゃんとかって思ってる人いるかもしれないですけど、僕、はい、このアグネスの昔のアグネスで一撃で8000発は出てます、はいはい、すげえ楽しいですね。さあ戻りました、また天気の絵を見てるやん、はい、ちょっとじゃあ僕ちょっと変えますわ。安土もちょっといつもよりおとなしいんですか。いやそんなことないですけどね。いややっぱり前のルパンとかはやっぱある程度知ってたんで。ああなるほど。ちょっとねやっぱりそのあの見てる、もし見てる方が詳しい方やとしたら、はい、うん、すごいなんかもし叩かれた人は怖いなっていうのがちょっと大丈夫、何も知らんやん。大丈夫です大丈夫です。どうやらいつもはもっと外れろみたいなのとかこうなんか言ったりとか。そう、ちょっと待ってそれはね語弊があります、はい、それは1億のケンシロウさんです。そうです。だから多分前回僕らテンション高かったんで、アクさんは悪いこと言ってない。1億さんがむちゃくちゃ煽ってきたんですよ。悪い先輩に引き連れられてたんだ。そうかもしれない。1億さんバリーボ悪い、あの人もうそうですね。マジ赤木さんなんすか。何がですか。赤木は今日プライベートでたまたま来ただけですよ。隣にたまたまいるだけやから。でもいつもこのスタイルでね、さらっとやられてますから。でも本当に海打つ人はこのフライなのよ、うん、このぐらいのテンション、このぐらいのテンションの人が多いのよ。先輩っすけど隣に芸人がおるとは思えないんですよ。赤木だけこれって今マイク切られてたりしますか。ケンシロウさんはこの間売ってる時あのゴエモンと次元にずっと文句言ってましたよ。そうですね、こいつらは何もせん。あいつパチンコ打たしたら文句しか言わへんからな。そう、もう人のあの外れを望んでるタイプなんで。あとあのむちゃくちゃな嘘つくんですよ。へそに小人打った話してました。言ってました言ってましたね。小さいおっさんがへそにちっちゃいおっさんをってバット振ってるって言ってとか。あいつと乗り打ちした時そんなんばっか言うんですよ。あの海に最近したいいことを言うと当たりやすくなったりするかもしれません、いいことですか。報告してあげてください。そうね、何やろう。あ、ほら来てる来てる、今まだ言うてないよ。なんやろ、お風呂のお湯とかで洗濯してるから地球には。ちょっとじゃあもう止まった止まった、遅いわ遅いわ。おばあちゃんがいます本当の。お風呂のお湯で本当のおばあちゃん。全然ええことしてないよ。この上の玉みたいなやつめっちゃ綺麗なやつ、あら気づきました。これなんかなるんですか。これはもうなってもらうしかないですね。素晴らしい、すごいよ。パールフラッシュなのよこれは。パールフラッシュ、すごい綺麗な音が。俺もう好きすぎる、子供の名前パールフラッシュだよ。言うわけないやろ。どんなキラキラネーム。パールフラッシュ、キラキラネーム、真珠で輝くとか言ってパールフラッシュ。めっちゃキラキラネーム。むっちゃ、お前むちゃくちゃ輝くからな。パルフラって呼ばれますよ、パルフラ。いやいや、そう、テレビゲームの略し方みたいな略され方嫌でしょ。スマブラみたいに。赤木はもうニュータイムの、あ、据え置きだったってことですかね、これは。ほんまや、ニュータイム、ニュータイムまで残り30回になると、あ、ほんまや、表示してくれるんですけども。へぇ、ラッキー、ラッキー、ラッキーや。プライベート君のラッキー、プライベート君ラッキーやね。逆転されるかな。赤木気楽に言うと、はい、そのままでいいですよ。気楽やろ、ずっと気楽に売ってるでしょ。赤木いっぱい喋ってくれてるけど、もうそんな喋らんでええよ。何も喋ってないわ。何も喋ってないやないか、赤木さん。ほんまに、まあ、僕パチンコ番組とかも好きでね、はいはい、よく見るんですけど、海とジャグラーとか打つときってめちゃくちゃトーク大切やから。シンプルやから。確かに確かに、赤木に一番向いてない可能性ある。一番向いてないやん。プッシュプッシュ。あ、U タイム近なってからなんかえらい騒ぎだしてるな。そうっすね。あ、またプッシュ、またプッシュ、あ、プッシュ。おばあちゃんプッシュやから、右端にプッシュで出たらプッシュしてほしい。やばいやばい、うん、雨降ってますね、しかも光ってる。あ、やばいやばい、当たるんちゃう。はぁ、当たらんわ。当たらんす、当たらん。今、あずちが高等テクニック使いました、見ました。何しました。赤木をおばあちゃんと仕立てることによって、おばあちゃんボタン押すんや出て、ええこと得つんで。自分の台の当たりを
そうやね。うわ、徳積んどるぞ。おばあちゃんに親切。おばあちゃん、押した。やばいやばい、お前徳積まれてる、赤木。押したらええねん。やばいやばい、徳積まれてるって。お、ボタン出たんで、これは。出た。いけよ。上がった。やった。これやったよ。やった。パルフラー。めっちゃ綺麗。見たいな。そうやろ。すごいでしょ。やったね。誘拐も前に全然いいですよね。全然全然いい、ここは。いや、やった。素晴らしい。奇数で当たったということで、はい、安土の特殊作戦失敗、はい、最悪や。6ラウンドプラス時短40回ですね。いや、これあるぞ、チャンスあるぞ。やっぱりボタンは大チャンスです ね。雨降ってきてる。お、お、安土さんの方にも雨降ってる。雷来い、雷来い。天気悪なってるよ。頼む、ボタンプッシュ来い。あー、ちょっと来ないか。足りひんか。おい、マリンちゃんに手を振らんでええねん。全然足りひんやん。安土が赤城を、ま、あのおばあちゃんとしたことによって、はい、本当におばあちゃんやと海が思って当てたっていうね、はい、そんな間違い犯すかな。そう、あの、ね、海あるあるですね、うん、それをおばあちゃんのふりした方がいいんちゃうか。え、果たしてそれ海あるあるな。海は本当におじいちゃんおばあちゃん強いから。これこれどうしたい。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、これ、これ、これ、ここ押して、ここ、ここ、ギュッと押したら穴開くから、はい、はい、よし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 。でもこれによって安土も徳積めたぞ。徳積んだからな、わかるやろ。お前、お前らわかるやろ。さあ、こっから10回の SC ですね、まず。もう楽しい時間よ。え、こっから10回転が赤城チャンス。そうです、10回転がチャンスです。リーチになればその時点でチャンス。リーチになればチャンス。リーチ、プッシュ、プッシュ。これでもう1回プッシュ、あのボタンが出れば大チャンスです。出てないから、出てないから。おー、出た。やばいやばい、出た、出たか。すげー、出た。ほんまに連打してありますよ、連打でも。ほんまに連打してるから、もうおばあちゃんや。いけいけ。あー、おいいね。惜しい。連打と一撃があって、連打よりも一撃の方が熱いです。楽しそうやった、今の。ほいほい。まだね、タイムキーパーチームも先2回しか当たってないから、確かにね、ほとんどないんですよ。よしよしよし、雨降ってきた。お、雨降ってきて、こっからなんか欲しい。騒がしくなってきた。もう一段階欲しいですね、淳、はい、さんの方は。だ、ここでリーチせん方がいいんですよね。そうですね。すごいすごい。あ、リーチした。いけいけ。もう一回ボタン出て、赤い。おー、来た来た来た、一撃かな。一撃来い。お、来たー。パルフラー。くそー、持ってかれてる、やばい。いいぞ、赤木。さあ、また奇数で当たりますね。当たりそう。まぶしい。はい、大丈夫です、赤木は。やばい、やばい。上手、上手。エビエビ。エビエビです。いや、ちょっとやっぱりね、こういうシンプル台で、うん、やっぱ当たれば当たるほどっていう台なんで、うんうん、なんか当たっても安心できないんですよね。それはそうよ、もうね。やっぱ緊張感がずっとあるというか。あ、仕事なんでそれで大丈夫ですよ。何をその緊張感がダメみたいに。確かになんかリラックスしてみたいなね。はい、仕事なんでそれでいいんですよ。本気でっていうことですよ。何やあの人は。ああいうことばっかり言うねん、この人。嫌なことばっかり。でも安土さんって確かになんか、はい、なんて言うんだろう、優しいから、はい、ちょっと八つ当たりしたくなるというか、はい、例えば私がもしね、はいはいはい、疲れて帰ってきたとして、はい、謝れって言ったら謝ってくれそう。なんじゃそれ。確かにね。え、なんで僕家おるだけで謝らされなダメなの。分からずにも謝ってくれそうな優しさを持ってるってことです。包容力。包容力、そうそうそう。それ包容力ちゃいますよ、包容力です。甘えたくなる。謝れって言われて謝りそうなやつ、包容力ないでしょ。いや、最高ですよ。ねえ、急に謝れって言いたい日だってあるじゃないですか。ねえ、一回何やんねん。今言ってもらっていいですか、一回ちょっと謝れって。あずち謝れ。すいません。そうそう、それそれ。いいがやねん。それから。私の心は救われるというか、あ、ごめん、こちらこそごめんねってなっちゃう。いいことやん、それは。ドレミさん、ドレミさん、日頃どんだけストレス溜まってるのか。なんかもっと、なんかいろんなとこ行きましょう、それやったら。赤木が SC 抜けちゃったか。喋ってる間にすいません。でも時短40回ついてるので。40回やったらいけるから。正直やっぱ時短で引き戻せる台がいい台やからな。いや、ほんまそうっすね、うん。ちょっとこの僕が座ってる台はちょっと最初当たっただけでちょっとね、おうおう、まだ分からんけど、おっ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 、来た、赤木レッシーみたいに出ちゃうか、出てないか、これ、いきますね。あ、これは熱い。いや、これ熱いって、7点してる。うわー、いよいよ1回転で、あ、イエーイ、
グランプリ見事優勝したのは